ということでですね、皆さん、いじめってすごく深刻な問題じゃないですか。もちろんね、学校とかさ、部活とかさ、いじめをね受けてる方いると思うんですよ実際。まあ、いじめはなくならないんでね、どう考えても。リアルのいじめ以外にもね、こういったロブロックス内、ゲーム内のいじめっていうのもたくさんあるんですね。私ですね、ロブロックス実況者としてやらせていただいてるんで、まあ結構ね、メッセージとか届くんですよ。例えばゲーム内のメッセージでこういうのが届きますね。お前の動画のせいで日本人のキッズがこのゲームに流れ込んできた。これは非常にまずいことだ。民度が悪くなり、日本人へのイメージが下がる。もう活動をやめてくれ。ロブロックスの未来のためにって。もういじめやん、こんなん。いじめてますよ、僕。普通に動画上げてるだけですやん。それなのにね、僕のせいにするんですよ。もう、八つ当たりですよ。あと皆さん、こちらですね。ゲームとかではないんですけれども、毎日、ツイッターの方で、まあ、こういったものも届きます。いっぱい届くんですけど、一部紹介しますね。リリチオアンチアカと、リリチオお前調子乗んなよ、マジでという感じで、ずーっと DM 送ってきてます。お前調子乗るなよ、DM 返せよ、とかね。もう、最近登録者が増えたからって、俺が登録してあげてんだよ。これアンチじゃないのかもしんないね。弱虫、逃げんな、ふざけんなとかね。もうこういったもの。まあこれ優しい方なんだけど、もう動画に出せないレベルの誹謗中傷とかもたくさんいただくわけじゃないですか。で、まあ特にね、僕は実況者だからそういった経験が多いだけであって、今後皆さんがロブロックスを遊ぶ中で、いじめとかに出くわしたりとかね、自分が被害者になってしまう可能性ってのもあるかもしれない。かつ、知らぬ間に自分が加害者側になってる可能性もあるわけじゃないですか。ここでですね、皆さん、今回はね、こちらのマップで遊んでいきたいかなと思います。フリーストーリーズと、いじめの物語っていう感じなんですけれども、様々な状況や形でのいじめに対する理解に挑戦する、ストーリーとの対話を通じてユーザーを楽しませる、かつ、いじめが防止されなければならない世界的な問題である理由を教育する、プラットフォームの構築に努めていますと。このマップを遊ぶことによって、いろいろな形でのいじめっていうのを体験することができる、その物語を見ることができるわけですね。で、この動画をね、見ることによって、皆さんはもしかしたら、いじめをね、防止できるかもしれない。人にね、注意をすることによって、そのいじめがなくなるかもしれないじゃないですか。という感じでね、今回皆さんお勉強していきましょう。まあ、アンチコメント別にいいんだけど、誹謗中傷やめてください、本当にね。はい、じゃあやっていきましょう、皆さん。合計6つのストーリーが見れるみたいなんだけど、4ぐらいから見ていくか。で、最大プレイヤー数が3人ということで、じゃあ1人でとりあえず見ていきますね。なんかね、ちょっとだけ確認したら、ずっとこうスライドする形で、文を俺が読み上げるみたいな感じだね。アニメーションとかがあるわけじゃなかったですね。はい、ということでじゃあ見ていきましょうか。新しい日、新しい学校、新しい友達を作るのが待ちきれないよと、入学式みたいな感じだね。視聴者さん多いですよね。こういった転校するパターンとかなんかな？それとも新しく高校に行きましたとか、そういう感じなんですかね。車にはねられないことを願うよみたいな感じで学校に登校してきたと。なんかめっちゃびっくりしてるけどね、この時点で。アリッサが学校に着いたら、はい。なになんかいるね。ほら、女の子3人組みたいなのがいるね。で、ロッカーとかがあるんだね。はい。バリー、ウーム、髪を染めなければ。彼女の言うことを聞くな。ちょっと待って、なんかめっちゃもうこの段階でいじめられてるじゃん。何、女の子ってこんなのなの、みんな。影でコソコソやるみたいな感じやもんな。男って結構殴り合ったりするんですけど、女の子って影でコソコソいじめるって聞いたことありますね。はい、なんかやられてるね。髪染めるやつを思いっきり顔につけられてるわけですね。一緒に来て、OK。いじめ、この3人組にいじめられたら、1人に助けられたみたいな感じか。はいはいはい。で、どこかの部屋、用務員。用務員ってなんだ、どこの部屋なんだろう。用務員に入りましたと。チェみたいな感じで、なんか、こんな感じなんやな。怖いな、なんかな。クール。私はセリーナ。ここにいる血を流させて、殴られたってことこれ。色つけられてるから。殴られてるから、とりあえずなんか助けてくれたってことか。あの女の子たちは一体誰なんだ？彼らは学校のいじめっ子だ。彼らは私をショートと呼んでいる。でも無視するのがベストだ。いじめられてるけど無視しようねってことやね。はいはいはい。で、これがあなたのロッカーだから、どうもありがとう。はい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 。その日のうちに、はい。その日の午後とかかな？うわ、またやん。なんかバスケットボール持っとんで、これ。思いっきりさ、バスケットボールで顔面ぶん投げるパターンちゃう、これ。で、いじめっ子がハッピーでありますように、だって。なんだ、なんか持ってるぞ、これ。ほら、泣いとるやん。学校で、はい、学校に移動して、いじめっ子3人組がいるんだけど、またなんかやられたってこと？またかって、学校で。
あーなるほどね。助けられたせいもあって恨まれたんや、恨みを買ってしまったんや。初めての学校の時に助けてもらったわけや。それで恨みを買ったせいで毎日毎日いじめられるようになりましたという感じなんかな。アリッサにはやりすぎだったので、アリッサのお母さんが校長との会話を組みましたと。校長先生、いじめられてますみたいな、うちの娘がいじめられてるので、なんとかしてくれませんかと。でその夜に家で多分親と話し合うんかな。あーいいね。でもね、このアリッサちゃんっていうのはちゃんと親に相談できてるっていいな。基本やっぱいじめを受けた場合ってなんか親に相談しづらくない？周りの人間に相談しづらいよな。状況が悪化するかもしれないって言ってさ、一人で抱え込んじゃう可能性もあるわけじゃないですか。じゃなくてしっかりと親に相談して対応してくれたと、学校側がね。だから悩んじゃダメですと、すぐに相談しましょうみたいなことですね。はい、これがまずチャプター4でした。いきなり4いっちゃったね。まあこういういじめもありますよということですね。じゃあチャプター6見ていこうか。6多分どこから見てもね変わらなそうなんで適当に見ていきますわ。じゃあ見ていきますね。このエリックさんって人が主人公のいじめの話みたいです。あー素晴らしい、今日は学校からもっと宿題があるんだ。あーなるほどね、学校から大量の宿題出されていると。夏休みみたいかな、夏休みなんかな、今休み期間なんかな。今日すげー無駄にしてるわみたいなね。宿題をやらないといけないから遊ぶ暇がないと。まあいっか、とりあえず今からロブロックスで遊ぼうか。君たちじゃん、宿題よりも先にとりあえずロブロックスやっちゃおうみたいな、君たちや。絶対そうじゃん、今のところみんなやぞ。わあオンラインにはたくさんの人がいるよみたいな感じで、たくさんのフレンドオンラインになってるから、ちょっと友達のとこ入って遊ぶかみたいな感じやね。でも何のゲームを遊ぼうかなみたいな感じか。いじめの話はどう？ああ、このブリーストーリーズでも遊んでみるかっつって、まあ、マップの宣伝もしていると。で、その中でゲーム内の話になりましたね。いやあ、君はこのゲームに初めて来たのかい？うん、遊び方がわからない。あ、初対面らしい。初めて会った人間と会話をしてるわけ、投稿するわけだね。視聴者さんもこういう状況あるのではないでしょうか。はいはいはい。あ、いいね。遊び方を教えてあげるよ、つって仲良くなったわけか。で、しばらくして、やべえ、3時間ロブロックスでゲーム遊んじゃったわ、みたいな感じか。で、このエリックさんと音のドラゴンくんの2人が仲良く遊んでいたわけだね。やべえ、宿題するの忘れてたってことやな。で、その次の日の学校。はーい、誰かこの問題わかる人いますか？2分の 120x イコール60と。これ x イコール1だね。はい、これがわかる人いますかってホワイトボードに答えていけないんだ。エリック、どうだ？答えは何かわかるか？なんか、エリックさ、エリックバリバリゲームしてない？大丈夫？先生の前でさ、堂々とパソコン開いてるぞ。これ、あまりにも失礼だろ。エリック、何してるのあなた？やばいやばい、怒られてる。あー、ごめん。へへ。やべえだろ。おい、これ、エリック、やべえだろ、これ。答えは1ですか？あ、確かにね、1っての当たったんだ。わ、なんかいるよな。なんか授業聞いてなくても答えられる人間みたいなやつか。で、その日の家で、学校の先生が授業中にロブロックスを遊んでいるって言ってたよ。あんた宿題してないでしょ。まあ、そうなんだよ。あんたがっかりだよ。成績が上がれば、なんたゲーム没収ね。あー、没収されちゃった、ゲーム。あー、まあまあ、待ってくれよつって、あるあるやん、これ。これ、今のとこみんなでありそうな話だよね。みんなが経験してる話やん、これ。今日はロブロックスやめとかないとな。でも、そしたらオンラインのドラゴンくんがめちゃめちゃ怒っちゃうよ。ドラゴンくん、君に伝えたいことがあるんだ。どうしたんだい？ママが強制的にゲームをやめろって言うんだ。こっそりやれば大丈夫だよってことやね。いや、お母さんだったら、絶対わかるからさ、ゲームやってるの。それでって。あ、なんか怪しい雰囲気になってきたよ。やめない方がいいよ。とにかく、住所を知ってるから。ん？どういうこと？住所を知ってる？何？君は。何者なんだ、君は。で、ドラゴくんが住所を言ってる。え？何？エリックくん住所を教えたの？知らない人に、現住所を教えたせいで、ドラゴくんがチャットで住所を書いてるんだ。で、わかったわかった。やめないから許してよ。うわ。うわ、こういうやつか、いるよな。俺、この前あげたじゃん。パスワードを教えたせいで乗っ取られたみたいなやつ。ね、ダメだよ、これ。でもね、教えちゃうの。この前 DM でもいたの。最初はパスワードとか教えなかったんだけど、1、2時間遊んでいると、あれ意外にいい人なんじゃないかと思って、パスワード教えちゃいましたと。悪魔の実が欲しかったからって。あ、このパターンね。これあるあるだよ、結構。これみんな経験してるだろう。何があったんだ？昔はすごくいい子だったな。ほら、電話した。今言ったよね。昔はいい子ってのが嘘なんですよ。昔って言ってもゲーム内の関係なんだから、本当のね、性格なんて知らないんですよ。彼と遊ぶために貴重な時間を使ったのに、なんで住所かなんかを教えちゃったんだろうってことか。翌日。
ロバックスをくれよ。いやもうロバックスなんて持ってないよ。うわうわうわ、これあるあるだこれ。じゃあ1000ロバックス買ってこい。だってうーわー、バカを買ってきてだから、多分あのバカな人間から盗んでこいみたいなことでしょ。で数時間後、ほらあげたよ、よしアバターを変更するよ。うわ、なるほどね。でロバックスをほらグループ経由とかで1000ロバックス渡したわけだよ。はいはいはい。でロバックスエリックが彼を買ったのは、うわほらこれで服を買ってるわけだ。気に入った？すごいねってほら着替えてるわけだよこれ。エリックは、ああそんなことにはなってほしくない。え、どういうことだこれ。あ、これ多分パパママだよね。パパママと会話をしてるわけか。大丈夫？今週はちょっと変な演技をしているね。なんかちょっと様子おかしくないか？いや、なんでもない。大丈夫。うわ、さっきと違ってね、この親に相談できないパターンか。本当に？うん、大丈夫だよ。うわ、ちょっとね、俺に似てるわ、これ。親に相談できんやつね、悩んだ時に。で、家の中で。どうしたの、エリック？なんでもない。あれ？これパパ？今の家族じゃなかった。別のフレンドってことかな？で、これが親だ。まあ、親に対してもなんでもないと、ほら、相談できないやつね。ねえ、お前の親なんだからちゃんと教えてくれよと。ロブロックスをやめるように言ったのは知ってるのか。なんだけどオンラインの友達に脅されたと。だから毎日ゲーム内でいじめられてて、そのロバックスとかを取られまくってます。どうしたらいいのか。連絡してくれてありがとう、怒ってないよと。この問題がエスカレートしたら警察に連絡をすると。今のところは彼をもうブロックしようと。あのロバックスとかね、そういうのは住所とか教えてしまっても戻らないけど、もうその仕方ないと。ブロックして一回対応しようと。その後エリックは勉強したり成績を上げたりする時間を増やすことができましたと。彼の両親は学校に通っていたために再びロブロックスをプレイすることを許可し、二度とサイバーいじめに遭うことはありませんでしたという話でした。はい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 。これ結構ね、みんなも経験することあるかもしれないですよ。あの騙されてロバックス取られたりとか、結構ツイッターの DM 相談来ます。でも無理、あのパスワード教えたりとかはもう絶対無理だから、今みたいな感じでもうその人をもうブロックするしかないよね。ブロックして次以降騙されないようにしようねっていう風に持っていくしかないからね。実際ね、これ YouTuber だからどうとでもできる問題じゃないからな。いや、これはめちゃめちゃ視聴者に関係あると思った。はい。というような動画になりました。かなり短い動画になったと思うんですけれども、いかがでしたでしょうか。現状ね、今いじめられてる方がいれば、まあちゃんとね、相談するもよし、またはね、今何もいじめられてないって子もね、もしかしたら将来何かあるかもしれないんで、まあ事前にね、そういったものを防ぐ能力ってのをお互いに身につけていきましょうよっていう動画でした。なんか結構なんか教育系のいい動画になったんじゃないのかなと思うね。はい、みたいな感じなんで皆さん感想コメントいっぱいお待ちしております。じゃあ皆さんお疲れ様でした。Thank you.